今年1月、トヨタ自動織機では自動車向けディーゼルエンジンの認証試験で不正が発覚。合わせて10の車種が一時出荷停止となりました。こういう時期だからこそ出席して、応援と安心をいただくというんですかね。どこに問題があったかということを明確にしてですね、再発防止策をきちんと発表していただけるということを期待して今日は来ました。今日の株主総会では冒頭で伊藤浩一社長が、多大な迷惑をかけ誠に申し訳ございませんと謝罪。出席した株主からは、再発防止に向けた対策などに関する質問が相次ぎ、伊藤社長は本気の取り組みを今後も進めていくと述べました。グループで不正が相次いだことを受け、トヨタの豊田章男会長は1月にこう話しました。今年の株主総会、17社ございます。そういう中に全部私出席しますと。豊田会長は株主の立場で各社の株主総会に出席する意向を示していましたが、今日その姿はありませんでした。トヨタの広報は、株主総会は株主様と年に一度の対話の場であり、自身が出ることで変化が起きることが得策ではないと説明しています。トヨタ自動織機の総会では伊藤社長の再任や、トヨタで副社長を務めた寺師茂樹さんらを取締役に選任する議案が可決されました。寺師さんは会長に就任します。